夕食を食べた後散策をしてユイレールに乗って朝日橋駅まで戻ってきました。今日宿泊先のダブルツリーバイヒルトン那覇のラウンジに行ってゆっくりくつろぎたいと思います。それではご覧ください。チャンネル登録もお願いします。朝食会場もにぎわっていました。これからホテルから近いレンタカー屋さんで車を借りておしゃれなカフェへと向かいたいと思います。それでは引き続きご覧ください。本当だね、みんなレンタカー。すごいね、ほんまや、全部レンタカー。エムズの日。キムチの妖精って。キムチなーや。そんなん言うたら怒られるよ。妖精。すごいね。新車っすよ。クーポンいつもここやね。専用車一。キロ。80何キロやったね。
そうだ、それもずっとまだ85キロしか働いてない、基直結やん。うん、そうそうそう、リーガルでも、ここの500円のモーニングいいよね。いいね。でもこう来たら500円出してそこ買えん、食べに行かへんから行かないよな。だから違うとこ泊まった時に行ってもいいね。6じゃない、いや、それ一番端割れの。あ、6か、6車線。まあ向こうが伸びるから隣が7、8とか4、4になるんじゃない。4か。安全運転を心がけましょう。綺麗になったもんね、うん、あともうちょっとや、これな、もうちょいね、うん、あでもレンタカーも多いな。レンタカーばっかりやったね。うん、レンタね、すごいよね。まあ結構来てるんやて、うん、お口がニンニクやん。朝ごはん食べてもまだニンニクや。何しても治らへんね。ニンニクつけすぎやねんね。いっぱいつけて食べたもん、きっと。口の中に。これ多分知らん人が乗ったらクサーって言える。あの、乗るの全部なくなってたよ。あ、本当に、うん、あら、1週間で全部外してる。また後で見に行った。うん、やっぱりほら、北の方ちょっといいんじゃないと、ね、向こうはでも分厚いな。これ備蓄庫やろ、石油の。石油の備蓄庫。およそ300メートル先、水沼、左方向で、この前のその先、10メートルで斜め右方向です。まもなく水釜、左方向です。この前は水釜やった。10メートルで斜め右方向です。一緒だ。桟橋が、通りしか通れへん。こんな橋があるんだ。川や。川です。うん、こんな道あるんだね。川です。途中通れ。天ぷらハウスや。あれ、通った。来たことあるやん。ほんまや、通ったな。あの橋もなんか引っつけました。ついたね、また断片的な道が全部繋がったね。うん、まや、通ってるんだ。女さんのあの豚食べに行ったところのドライブスルーやん。あ、そうなんや。違う、そんな、それっぽくない。いや、それやと思う、ね、これ左やろ。これ左ってあのポークビレッジ。そう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 、くっついたね、また断片的な地勢はまた。ここから降りてきたことあるね。うん、ここからね、なだも来た。この先もあれやん、なんか港なんか呼びたんやん。うん、呼びたんさ。まもなく目的地周辺です。周辺やて。何、右側にあるの。うん、右側に。何ある。カフェがある。これじゃん。じゃん。目的地に近づきました。これだ。これ、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 これ
Joji. あっという間にいっぱいになったね。もう朝食とかいいかもしれないね。そういうとこ多い。3、4台食べたらもう満車。もう満車。ほんまや。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。